久保さん、あの、令和を武器にせようにしましょうか。あの、武器がないっていうね、人多いと思うんですよ。私、こんな私には、みたいな。いや、そんな私にスマホあるやん、みたいな。<laughs> 昔なかった、まあ、デバイスっていうのは僕たち使えるわけなんで、まあ、インターネットも昔はなかったですし、ダイヤルアップみたいな時期もありましたからね。ダイヤルアップ回線。ね、動画絶対見れないですね、ダイヤルアップじゃあ。 そもそもこの動画見れてるんであるならば、そのデバイス、回線速度が、あの、満ち足りてると思うんですよ。ね、昔、ADSL でも動画あんまり見れなかったですからね、止まりましたからね。だから YouTube 見るのに、もう、一時停止して白ライン貯めないと見れないっていう時期もあったんですよ。回線が遅い時はね。だから、あの、武器がないよって言ってる人いると思うんですけど、武器はあるよと。別に。使えるものいっぱい、昔使えなかったものを使えるようになるよと。 なんだけども、例えば、じゃあ、大昔、えー、刀ありましたと。じゃあ、刀を使える侍と、刀を使えない侍がいたら、どっちが強いですかと。刀っていう武器はある。でも、それを使えるのか使えないのかって、勝敗が決まりますよね。同じ刀を持ってるんだけど、使える人と使えない人。まあ、刀を使える人は、まあ、勝ちますよね。その勝負。宮本武蔵なんか、二刀流みたいなね。なんか、二刀、なんか、あの、両方使えるみたいなね。<laughs> だからまあ武器はあります。いってらっしゃい。